今週めちゃくちゃ濃かったよね。めちゃくちゃ濃かったくない？うちのアーカイブやばくない？彼氏作ってさ、ポンちゃんに会ってさあの配信の後ポンちゃんと一緒に焼肉行ったの。あのさ、ポンちゃんめちゃくちゃ可愛くて、ずっとね、あの一口食べるたんびに、うん、おいしいってこう目をキラッキラにさせちょって、すごい可愛かったので、それを見ていた店員さんもなんかクスクス笑いながらさ見ておってさうちら二人しておいしいねおいしいねって目をキラキラさせながらね食べちょったらね、なんか店員さんがすごいこう見てて嬉しかったからっていう理由で、なんかサービスですごい美味しいお肉を食べさせてくれたの。ちょっとお高いやつ。そう、めちゃくちゃいいお店じゃったデートや、うん、デートしたよ。でいろんなお話してさ、すごい優しい世界だった。そう、もうポンちゃんがさずっとさ、ふぅー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 って一口こう口に入れるやん。そしたらね、一回目をねパーってしてさ、ふぅーっていうので、口をもぐもぐさせながらうちの方を見て、ふんふん、これだこれだって感じでさ、コク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 うなずくの。おいしいってずっと言ってくれて。そう、ちぐちゃんがおごったの。いや、それそれさ、自分で言うのなんかダサくない？え、そうでもないもちろんおごったよね。まあそりゃあねうちがさ、ベル先輩とおげんと一緒に3人でジョジョ園に行った時に、ベル先輩とおげんが多分払ってくれたんだよね。でも申し訳なくてさ、いやもう払います、自分の分だけでもって言ったら、ベル先輩が、いやもうそれはなんかチグちゃんがさ、先輩になった時後輩に同じことしてあげてって言ってくれたの。それがすごい嬉しくて。そう、じゃからあの時ベル先輩がやってくれたことを今回うちがやって、でその経緯もポンちゃんに話したうちもね、ちょっとかっこいいとこ見せたくてさ、ポンちゃんがトイレに行っちゃる間にお会計済まそうかなと思ったの。でもポンちゃん全然トイレ行きたく行ってなくてさ、なんならうちが2回行ったからね。だから、まあ、うちがおトイレに行っとる間に店員さんにこっそりと、ちょっとあのお願いしますって言って、はい払いますって言って、それで払ったんだけどさ、でお会計しなきゃってなった時にポンちゃんがこう財布をねこう探しちょって、あ、ポンちゃん大丈夫だよって、もう支払ったから、もう魔法で支払っといたからみたいな、ちょっと刻めいたことを言ったらさ、ポンちゃんがえぇって目をまん丸にさせながらさ硬直して驚いちょって、めっちゃ可愛くていい反応してくれるポンとね、いいわ、いい後輩だな。そうだから、ポンちゃんにも前にね、ベル先輩におごっていただいて、その時に後輩にもやってあげてって言われたから今やったんだよって、だからポンちゃんにも後輩ができたらいつかやってあげてって言ったんだ。へえ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 、お肉美味しかったな。もうずっとニコニコしながら食べちゃうのが可愛かった、本当にあとは前本先輩とのコラボか、サシコラボ、いやー